さあ改めましてですが、ここからですね、試合を勝ち進めてまいりまして、すべてのネジを集めたものが何でもネジロン様から願いを叶えてもらえると。さあいきなりのチョップ、さあチョップの左右からチョップの雨あられであります。流れゴールド連打連打でもらう。さあダウン、さあワンダウンが入りましたが、ダウンはノーカウントであります。ダウンはノーカウント。リング上で10カウント以内に立ち上がることができなければ KO 負け、もしくはリング外に転落すれば、リングアウト負けとなります。さあトビーさん、はい、さあこの両者なんですけども、因縁深いマッチメイクが第1試合から起こってしまいました。流れゴールド対サンダーボルト、前回できるのか6の時の、まあ、再現という形に今回くしくもなったわけですけどもね、はい、この天下ネジ武道館、あ、その両者ですね、魔術と呪術を得意とする選手、そうですね、ただ公式ルールにおきましては、その魔術呪術は禁止となっておりますので、はい、肉体一つの勝負なんですね。おっと、まあ、スリップが、スリップですね。10カウント以内に立ち上がれば大丈夫です。さあしかしですね、まあ、今までですね、魔術と呪術は流れゴールドに分があったんですね。そうですね、今まで何度も流れゴールドの審判を舐めてきました。サンダーボルト、おっと、これはサンダーボルト余裕のポーズか、なんでしょうね。リング中央を迎えられました、はい、さあ手の届く競技でどうか、さあ何を見る、おっと、いや、サンダーボルト余裕を見せてる場合じゃないんだ今まで審判を舐めすぎてですねそれなのにみたいな、ここでお名挽回をしなければ、さあ、魔術対呪術、日本の魔術師流れゴールド、カナダの呪術師サンダーボルトといった魔術対スピアー、さあ腰のあたりへタックルを決めてまいりました。スピアーであります。あ、前回はスピアー綺麗に決めたと思ったらパネルでしたけどね。そうなんですね、魔術ですとか、この流れゴールド今回ないですから、はい、このインサイドワークに長けている流れゴールドでありまして、今回ですね、おっ、かえってアビセゲリでありますが、ノーダベンジであります。朝かったですね、大技続きますね。さあこれは徐々に徐々にリングサイドに追い詰められてきたぞ。さあリングサイド、場外転落は即座に負けとなります。さあ手の届くっぷり、さあモルテガリの体勢であります。さあこうチョップ、チョップ、おっと近い距離でチョップワンダウンです。さあここまで若干肉弾戦でも流れゴールド優勢と見ていいでしょうか。そうですね、体格がやっぱり若干流れゴールドの方が大きいんでね、はい、さあストンピング、ストンピングよくなります。さあさあそして手の届く距離、さあタックル、しかしこれは浅かった、返された感じですかね。さあサンダーボルト蹴り技とかキックとかなかなかいいシャープな蹴りとか持ってますからね。そうですね、で、はい、小兵ですのでね、こう重心を下から攻めていきたい、ね、そうですね、はい、さあここで3分が経過してまいりました。さあこれは超危ない打撃ですね、かすめてまいりました。かすめるような打撃っていうのはね、逆にこうダメージが、おっとバックを出た、危ないぞ危ないぞ、サンダーボルト、さあ後ろからモブレアチョップ、しかしなんとか体を入れ替えてまいりました。さあサンダーボルト、なんとかして形勢逆転、逆転したところ、さあスピアー、流れボールの重心が、重心がしっかりしてますね、流れボールの。そうですね、しゃがみ込んだり重心がちょっとずれてるところ、どうでしょう、うまく狙いたいところですね。サンダーボルトが活路を見出すのはどこですかね。そうですね、まあ、あのスピードでは上回ってる点もありますんで、はいはい、まあ、うまいこと、まあ、今回のルールですとリングサイドにうまいこと誘ってですね、はいはい、なんとか押し出したいところではあるんですけども、はい、開始ですね。さあ早速、おっとこれは危ないぞ、リングサイド場外転落は即座に負けとなります。さあここで体を入れ替えたいところでありますが、流れゴールド一気加勢に畳み込むのか、おっとさあとかわしてまいりますが、リング中央に戻ってきたのが黒いボディのサンダーボルトであります。素早く動けますね。さあ両者リング中央戻ってまいります。さあそして、さあこれはサンダーボルトが誘っているのか、誘っているのか、いい感じですよ、あーっと、おー、これは危なかった。しかし、まあ、自分が打っちゃね、どうしようもないやはりですね、これ誘い込みというのはですね、もろ刃の剣なんですね。全くおっしゃる通り、はい、危ない危ない、これしっかり、これは危ないぞ、これは危ないぞ、いや、あれはかうまくかわしたって感じですよ今、はい、あれ食らってると場外飛ばされかねませんでした、ね、サイドへの突きが決まればもうそのまま一直線のところでしたら大変危ない展開であります。さあそして歩を進めてまいります。さあちょこちょことリングの周りを、さあなんとかしてここは弁慶とサンダーを逃げるしかないような感じになってしまう、なんとかですね、ヒットワークを生かして弁慶と薄枠丸の体勢に持ち込みたいところでありましょう。さあリングサイド、
黒いボディはサンダーボルト、ゴールド、流れゴールドであります。打撃か投げかがちょっと決まればね、サンダーもうちょっと体力を削ぐことができるんですけど ねスピアーがですねちょっとこう効かなくなってきましたね。そうですね、まあ、元気いっぱいアピールさあ、そしてそして誘い込んだが、これは危ないところだった。あれは体を入れ替えてまいりました。なんとか引き倒したいところでありますが、さあパンチが決まった、顔面を捉えてまいりました。サンダーボルト、タバルトダウン。パンチはやっぱり重いですね。そうですね、ワンパンチがあります。さあここで手元の時計5分を経過してまいりました。5分30秒さあそしてサイドステップで距離を縮めてまいります。さあそしてサンダーボルト、何を狙っているのか。さあ第1試合から長丁場になってきましたよ。さあここ何しろ因縁の対決であります。サンダーボルト、何としても一矢報いたいところでありますが、これは危険な距離だ。ボンゴリア準備を回避、ダウンが入った、危ないぞ危ないぞ。